お疲れ様ですえっとコメントでですねなんか学歴がどうこうっていう感じでなんか喋ってる人たちがい,るんい,いたんですけどなんか学歴の話なんですけどあの知ってる警備員さんたちもですねあの結構やっぱりその。 まあ元請けの人元請けの若い子とかが、まあ、大学とか卒業してるんでねなんかこう嫌味みたいなこと言う人が結構警備員でもいるんですけどなんか大学出てんのにどうのこうのみたいな人が結構いるんですよねでまあそのコメントとかそ学歴があってもなんかね意味ないみたいな,な学歴があるのにどうのこうのみたいなこと言う人がまあいるんですって で学歴はねあの、基本的に関係ないと思います。その学歴コンプレックスみたいなのがやっぱりあるようでですね。僕は働いてたところの、えー、もう辞めたんですけど、政治家の先生とかもその、すごい学歴のコンプレックスがものすごくありまして。まあ、その人は、 高校卒業したあと政治家の先生のところで、えー、手伝いをしながら選挙出て当選みたいな人だったんですけどやっぱりなんかずっとそういう話はするんですね学歴の話を。だからやっぱり本人的には周りがそ,そんなこと気にしなくてもその本人はすごい気にしてるみたいな。 のがあるんですけど高卒でも中卒でも小卒でも要卒でもですね、まあ、基本的に働いてればよくって大卒で働いてないやつに比べたらどんな学歴であれ働いてる人の方が偉いって僕は思うんですねそんでであの学歴にかどうのってごちゃごちゃ言う人ってまあ多分大学 はいってなな人たちなんですよね大学は行ってない人たちでで、まあ、学歴を比較してなんか自分も学歴があったらみたいな感覚で多分喋ってると思うんですけどそういう人たちってじゃあその学歴コンプレックスを持ってた人たちがじゃあ大学生と大卒として卒業した としてそういう学歴コンプレックスがない状態だったとしても今度は違うコンプレックスを抱えることになると思うんですよだから学歴がカバーできたら今度は自分はなんか金持ってないからとか自分はなんか顔が良くないからとか言って違うコンプレックスで今度は相手と比較し始めると思うんですよねだから 学歴コンプレックスっていうよりはそのコンプレックスから逃げられなくなってるっていう感じじゃないかなって思うんですよね。だからその人にその人が学歴を持ったからって言ってコンプレックスはなくならないですよね。今度はなんか彼女がいないからとか金持ってないからとか仕事が良くないからっつっても永遠に何かしらのコンプレックスを抱え続けているっていう不幸なループに入っちゃうんですよね。 だかから、なんか考え方としてはあでもそんなにでもなんか大事かなと思うんですよねその学歴がなんか一時期はやっぱりそうなんかちゃんと学校卒業しないと働けないみたいな世の中だったりもしましたけど今ネットで稼いでる人なんてもう何卒か分かんないですけどまあでも分かんないですねどうなんですかね 学歴で生きてないから何とも言えないですけど気にしてる人は本当に学歴で気にしてんのかっていうところありますけどね。なんかとりあえずなんか言ってやりたくて比較してるだけなんじゃないかなみたいな。ね、どうなんですかね終わり。終わりっつか、これ何の話